スターキャットケーブルネットワーク株式会社は愛知県名古屋市及び名古屋市北の愛知県内の各市町をサービスエリアとしテレビ放送とインターネットを事業とするケーブルテレビ局であるコミュニティネットワークセンターの完全子会社名古屋の大手映画配給工業会社として知られたヘラルドグループの関連企業として設立されたヘラルドグループから離れたがヘラルドから 映画部門の一部を引き継いでおり、伏見ミリオン座とセンチュリーシネマを運営している。東海地方のケーブルテレビ局が加盟する、東海デジタルネットワークセンターには加盟していないが、東海ケーブルチャンネルは当初から参加しているほか、スターキャットチャンネルなどで放送されるスポーツ中継など一部番組を同チャンネルに配給しているなど、事実上、オブザーバーと同等とされている。東海ラジオとは、 テレビとラジオという違いこそあるが関係は深く東海ラジオの土曜はご機嫌天野義春賞に自社スタッフが出演しインターネットを教えるというコーナーをラジオテレビ双方で放送したり東海ラジオへの出演経験がある人物がスターキャットコミュニティチャンネルの放送番組に出演したりしている東海ケーブルチャンネルにもネット2013年10月放送の 猫侍を皮切りに独立局との共同制作番組を放送している。直営映画館を中心に割引や抽選の試写会招待といった様々な特典が受けられる有料制のサービス。会員証はポイントカードを兼任しており、6ポイント貯まるごとに次の会員証券ポイントカードへ更新される。入会は申し込みを記入して3000円とともに、 直営映画館、窓口へ出すか、郵送、銀行振込で入会する方法がある。窓口受付は当日、郵送などは後日会員証が送られてくる。子会社であるスターキャットエンタープライズを通じて直営映画館を運営している。いずれもミニシアター向きの作品を中心に上映しているほか、ロビーではカフェも運営している。ゴールド劇場、シルバー劇場は、 名古屋市中村区大港一丁目に所在していたに、スクリーンの映画館。1956年7月31日、古川ため三郎により発足した、名画座、牧野劇場がその前身。館名は映画館があった場所が、中村区、牧野町だったことに由来している。その劇場跡地に建てられ、1983年8月8日にオープンしたのが、 ゴールド劇場とシルバー劇場である。当初ゴールドは、名画座、シルバーは、成人公映画の上映館としてスタートしたが、同年12月3日より、シルバーが名画座路線に転向。その後アート系作品を多数上映する、ミニシアターに転身し多くの名作、家作を輩出。名宝会館閉館後の一時期は、東方洋画系の作品を上映していた。また、 道館のあったビルの1階には、パチンコ店がテナントとして入居していた。オープン以来2050本の作品を上映してきたが、都市計画道路事業用地として、道路拡張工事が行われる影響で2012年2月3日をもって閉館となり、28年の歴史に幕を閉じた。最終日は、スターキャットシネクラブ会員が選ぶ、最後の一本として、 ニューシネマパラダイスがゴールド劇場で特別上映され、立ち見が出るほどの盛況ぶりとなった。当館の閉館により、旧ヘラルドグループが運営していた映画館はすべて姿を消した。ありがとうございます。